今回からプレイするゲームのタイトルはエウロパ。よし、じゃあ早速いきますか。想像してほしい。眠ったまま二度と目覚めないとはどういうことか。そして一睡もせずに目覚めるとはどういうことか。そう、これは君が生まれた時のことだ。From time to time, I ask myself, is it possible to miss something you've never known? Let me rephrase. Is it possible to be homesick for a place you have never been? なんか木が見えたね。うん、どうやらこの子はアンドロイドらしい。 My son, I was born on Earth, but I think I have been homesick for a while. このゲームのタイトルのエウロパって地球のヨーロッパのことか。 I'm writing this from the island. The view from up here is like nothing else I've seen.この蝶々もロボットだな。By the time you read this, I'll be gone. And the world will look very different from how it does now. But the island should still be there. They built this thing to last.あれが、あの浮いてるのがアイランドか。Come to the island if you ever get lonely. Come here and think of me. アダム、私のことを思い出してくれの私がこのアダムなのかな。これが主人公の男の子。うん、これどう見てもお墓だよね。アダムのお墓なのかな。お、スタッフロールが。こういうの最近まあ増えてきてるっちゃ増えてきてるけどね。この冒頭のゲームの冒頭をプレイしながらスタッフロールが流れるのおしゃれでいいよね。なんかテンション上がっちゃう。 A でジャンプ。おお、なるほど。ボタンを押してからジャンプが発動するまでちょっとタイムラグがある。うん、おお、なんか滑った。パワージャンプ長押し、 A 長押し。綺麗だね。なるほど。うん、あれ木星かな。なんかこのエウロパという惑星は木星軌道上を周回する衛星みたいだね。チャプター1リービングホームかな。家を出ると、なんか動物いる。あれもロボットなのかな。よく見るとなんか光の柱がポツポツ立ってるな。うん、いやグラフィック綺麗だわ。カメだ。
で読む、めくる、ああアダムだ。左のおじいちゃんが、写真の左のおじいちゃんがアダムだ。ハート G ってどういうことだろうな。主人公の名前かな。まあ、この右の文章はあのオープニングのナレーションだね。My son, from time to time, I ask myself, is it possible to miss the feeling you never know? 流れるんだ。Is it possible to be homesick for a place you've never been? カメ乗れます。On Earth, but I think I have been homesick for Europa my whole life. あ、なんか飛んでる。I'm writing this from the island. The view from up here is like nothing else I've seen.By the time you read this, I'll be gone. ウサギでか。逃げられちゃうな。But the island should still be there. They built this thing to last. Come to the island if you ever get lonely. It has surpassed my expectations in every way, this place. I don't know what I expected. They've given me a few days to adjust, but I...I can't make my mind believe that this is real. The air tastes like water and the water tastes like wine. 空気は水の味がし、水はワインの味がする。The gardeners have turned this place into a paradise. うん、こういうページをちゃんと探していこう。あ、滑空ができる。あ、柱、光の柱。見落とさないようにしよう。パワージャンプをチャージ、中滑空ね。はいはいはい。どっち行けばいいのかわからないけど、なんか建物っぽいとこは寄ってっか。なんだこれ、エメラルド40のうち一つ40あんの。結構ボリュームあるのかな。じゃあが穏やか。敵とか出てこなさそう。あくまいあ、流されて、あ、なるほどね、そっち行けないよと。行けない場所はこう風で吹き飛ばされてくんだね。ダメっぽい、ダメっぽい。ごめん吹き飛ばしてくれればいいのに。でも真っ白になるとちょっと怖くなっちゃうって。Sins of the past can stay home on Earth. Things will be different this time. They have to be. 過去の罪。なんかある。ランタンに火をつけ。あ、いた。もう行きますか。ダッシュとかないのかな。遺跡だ。これは人が作った遺跡なのか。
それともこのエウロパという星に最初からいた知的生命体が作った遺跡なのか。まあでも少なくともなんか地球人は作らなさそうな構造してるよね。緑のクリスタルどうする？ちゃんと探索する？なんか40個も集められる気がしてないよ。ランタン踏みつけると大きなエネルギージャンプ中に X。 このランタンは大きなエネルギーじゃないと炎がつかなかったってことかな。お、なんか新しい世界へ行く感じがする。うーわめっちゃ遺跡ある。なんだあの青く光ってる球体のものは。あ、知らん生物出てくる。地球にいなさそうな生物。あ、もうチャプター2なんだ。神話の幕開け。敵？おおおお。なんだなんだ。機械だな、マシンだな、これ。なんだか、平和な機械ではなさそう。G のゼファー装置で調べる。あ、やっぱ主人公の名前 G なんだ。何どういうこと？あー、これがエネルギーになんだね。その空を舞うための滑空とはまた別に自力で空が飛べるんだ。そのエネルギーか。こいつは一体噴射装置のピーク容量が増大。あーはははは、パワーアップだ。入れちゃったー。下から入れたそんなにガンガン強化されちゃっていいんだ。弾は？お、いいね。結構飛べるよ。痛い。It breaks my heart that you'll never see our home world, but I can't say. アイランドで眠ってる。You're going to have everything I couldn't have. Clean water, fresh air, wide open skies. Everything a child deserves. That's what I want for you. And you'll have community too. Human beings to play with and learn from and grow alongside. 罪ってそういうことか。Every person here has a different story. But our futures
are bound up together now. Don't be scared. I know they're going to love you. It breaks my heart that you'll never see our home world. I can't say I regret bringing you here. 書いてあることと吹き替えというか字幕が違うな。まあいっか。私あんまり字幕読まずに本読んでたわ。本によるとアイランドで人がコールドスリープ的なことなのかな、人類がそこで眠ってるらしい。つまり彼らを起こすっていうことも目的の一つなのかもしれない。そっちへ行かなきゃいけない。なんかありそうだけどな。ある、あーそこはあるね。あ、これもエネルギーなんだ。あれ？あ、ここも取った？あ、上におるじゃん。あれ？あそこまで届くかな？いいよ、あれ。うん。まあ、パッと見以上でしょう。あの建物見たっけ？は、開いてないわ。エネルギーがない。こうやって浮きながら拾っていけば。永遠に滑空してられる。お、なんだ、怖いな。得体の知れない動物は怖いな。音が嫌すぎる。あ、ここでここでようやく。行きますか。鳥の鳴き声が。え、危な。
うんうん、まっすぐ行っちゃっていいかな。なんじゃなんじゃ、なんかついてくる。Some say that humans brought life to Europa. If you ask me, all we did was unlock the life that was sleeping within. Why have so many terraforming projects failed where this one succeeded? It can only be that Europa holds some innate capacity for life. It breaks my heart that you'll never see our home world, but I can't say I...なんだこのこの字幕なんだ。次の字幕かなと思ったけど全然違ったわ。どこの字幕だ今の。もう今後出てくるのかな。なんかこれ左上の方からも、なんかある。これ何？エネルギーがないなった。あ、なんかあった場所行きたいな。光のウィスプを3つ集めてトリガーを解除。今自分の周りにふわふわ浮いてたやつが光のウィスプってことね。行けた行けた。Look at the gardeners. あ、あの虫みたいのがガーデナー。tools to prepare for our arrival. But through a thousand years, they've evolved into a whole ecosystem mimicking the biodiversity of old Earth. I can't wait to learn more about these creatures, to live among them. They are family now.まあ虫タイプと、あとなんか地上で動いてるタイプもいるっぽいな。ガーデナー、ウィスプ、あ違う、ウィスプじゃないんこれ。おーおーおーおお、怖い。怖い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 。風の音強いな。あ、あそこにいるんだ。ん？向こうか？あそこだ。これで装置を起動。おお、なんか自動ですっ飛ばされていき、次のエリアへ。うん、長くとどまる。
その方が移動は楽っちゃ楽か。なんかあるな、あれなんだこれ、ピロリロリーン。あ、まずい時間で消える床。そんなとこ行けんの？行けなーい。なんか浮いてる。岩が浮いてる。ピヨピヨ鳴いてるな。上か？飛びたい。えっちらおっちら、えっちらおっちら登ってるけど、飛ばせてくれ。危ない。まあでもいずれにせよ無理か。こんな高さまでは一足飛びでいけないか。お、あ、またウィスプを。あ、もしかしたらこれか。四つかな。パズル的な。あ、もう次行っちゃうんだ。パズルを操縦しろって言われた、急に。パズルはそんなに今んとこ難しくないね。まあ、パズルですらないかも。岩邪魔。おお、結構行くな。なになになに、あれ、羽が生えてる。いた。あれもでも自然のものではないね。機械、マシンだね、あれね。